皆さんもなんかいろんな方から励ましの言葉をいただきました。で、一番なんか僕に対して本当に心配してくれた人がこのようなコメントをくださいました。ラファシアさん、最近いろいろあり痩せたようで心配してます。ちゃんと食べてますか？いや、まあ食べてますね。よければ食料品送りますよ。同情ではありません。おばあちゃんに優しいあなたが優しい人だと思ってるからです。私は誰ともつながってないし、他意はありませんから、きちんと食べて暖かくして寝てほしいだけです。ってまあ来ました。まあね、人によってはさ、とりあえずこう言っときゃいいかなとか、まあ当たり障りのないことをちょっと言葉書きようかなとか、まあ要はさ、まあ、ネット同士の付き合いだからさ まあこういう言い方もよくないかもしれないけど、とりあえずそう言っとこうかなとか、建前の人もいたりとか、まあ、いろんな人がいると思うんだけど、この人はすごいね 食料まで送ってくれるよって、なんか僕はなんか難民みたいに見えたんです。で、まあ、ありがとうございます。食欲ありますよ、ご心配なくて返したんですけど、まあ、こういうふうに言ってもらえるのは嬉しいですよね。で、この人はまあ、名前を伏せるんですけど、結構ギバーな人、利他的な人なんだよね。だからまあ、常にこういう心構えの人なんですよね。まあ、正直あんま元気ないんですけどね。仕事もしていて、まあ、今月からダブルワークで働いていて、まあ、それも研修だから、結構気を張るところとかも多くて慣れてないし、で、2つともね、人がちゃんとしてるんだよね。上司とか同僚とか職場の雰囲気とか。今まで自分が社会復帰しては7月ぐらいかな、やってきた職場の人の環境がすごい悪かったなと思いますね。まあ、今ぐらいの人たちの、まあ、紳士的にちゃんと礼儀とか言葉遣いとか、なんか心構えとか、今の職場の人たちぐらいちゃんとしてないと、働く気すら俺しないんだよね。最低限のさ、なんかマナーとか、気遣いとか、なんか嫌がらせとかいじめとかさ、職場でする人たまにいるじゃないですか。必要以上に怒ったりとか、もうそういうのさ、もう無理なんだよね。なんか、年齢がいけばいくほどさ、やっぱ体力が落ちる分、知恵がつくし、なんか論理的になるわけじゃないですか。で、それ、何なのそれみたいな、その意味あるみたいな思って、まあ合理的になって。だから、まあ、こういう言葉、使うのも好きじゃないんだけど、お互いいい人でいて当たり前みたいなふうに思ってるんですよね。職場とか、まあ、プライベートもそうかな。まあ、ネット上もそうかな。って思うんだよね。わざわざ嫌なやつになる必要ないじゃんって思うんですよね。で、今のその職場がなんかうまくいってて、結構長く続けたいなと思っていて、で、僕は今の自分が一番最高って思ってるんですよね。昨日より今日よりは明日って考え方で、もちろん体力とか太りやすくなったとか、まあ、そういうのはあるよ、どうしても。でもやっぱその人間力とか人間性っていうのは今の自分が常に一番だと思ってるんですよね。自分の中でね、過去の自分と比べたら。で、今の仕事はやっぱその自分の人間性にまあ相応する職場だと思ってるし、でもね、まあちょっと見えてきたんだけど、片方の方の仕事はね、普通なんだよね。そんなに楽しくないのかなって思い始めて。で、もう片方はね、結構張り合いがあるっていうか、やりがいとか充実感があって、結構もっとグイグイ行きたいなって思ってるんですよね。まあちょっと優劣はついちゃってるんだよね。でも、もう片方の方は、まあ、比べるとちょっとつまんないんだけど、でもそれでも一生懸命仕事教えてくれるし、まあ雇ってくれたわけだし、まあ自分のね、ちょっともう一つの仕事と比べたら面白くねえかなとは思うんだけど、やっぱその中でしっかり頑張っていかなきゃなと思うし、まあちょっと距離を置いてでもしっかり付き合っていきたいなと思うし、まだそんなことも言える立場じゃないんだけどね、研修中だし、って感じで。で、やっぱその仕事上で、まあ、今まで振り返ってみると、僕もやっぱ仕事をして、なんか自分が慣れてね、上の立場になったりとかしたら、おごり高ぶったりとか、やっぱ怠慢とか慢心とか、まあ、マイナスな部分も結構出していたんだよね。まあ、その時はその時で、なんかそれを正当化していたんだろうけど、で、過去の自分を見て振り返るんですよね。だから今後はその仕事に対して、そういうことがないように、より一層なんか誠実にひたむきに、なんか人がやりたがらない仕事ほど自分が率先してやるとか、やっぱ仕事っていうのは、まあホリエモンがよく言うんだけど、仕事はまあ娯楽でいいって言うんだけど、僕も本当にそういう考えなんだけど、まあ気乗りして楽しい、好きだからやるって思ってるんですよね。だから環境なんかもうバンバン変えていいと思ってるの、自由に好き勝手にやめていいと思ってるの。その代わりその中で、自分の人間性、人間力をその高め
ていくのも仕事だと思ってるんですね。仕事を通じて高めていくもんだと思ってるんですね。これも前も話したかもしれないんだけど、僕らがかっこいいねとか、あの人魅力的だよねって思う人っていうのは、仕事をしっかりしている人に対してそういう感情を抱くと思うんですよね。例えば、イチローがね、かっこよくてすごいよねとか、キムタクかっこいいよねとか、なんか誰々さんかっこいいよねって、思ったり言ったりするじゃないですか。そういう人たちは自分の仕事をしっかりやってるから、俺らはそう思うわけじゃないですか。っていうことは別に自分がそんなメディアに出る立場じゃないにしても、仕事っていうものに対しては、しっかりやるべきだよねって僕は昔から思っていたんですよね。ただその度合いの問題だよね。その度合いとか、やっぱね、人間正当化しちゃうんだよね。どうしても自分が本当は間違った心構えとか、間違った言動をとっていても、これはこうだからこうしたとか、そういうことがないように、やっぱ僕が40年間生きてきて、いろんなことがあって、今の自分にたどり着いたわけで、で、なんか最高のパフォーマンスを仕事ラッキーしたのが言い過ぎかもしれないけど、自分を高めていくための仕事だと僕は思って、一生懸命やっていこうと思います。で、それをしっかりこなしていれば、自然とこうやって動画上で映ってる僕っていうのはその同じ人間なわけで、もちろんそこ TPO があってさ、違う顔はするんだろうけどさ、動画ではでもさ、その中でのやっぱ言動とか考え方とか、哲学思想とかがやっぱレベルアップすると思うんだよね。だから比例すると思うから、だからね、そうやって、野村監督の言葉じゃないけど、人間的成長ないものに選手としての成長なしっていうじゃないですか。ってことでやっぱ全部が比例すると思うから、そういった意味で、せっかくここはいいなとか頑張りたいなって思えた職場仕事だから、しっかりやっていきたいなって思っております。で、あとたくさんなんか励ましのコメントをくれたことに関しては、どうもありがとうございました。とにかく繰り返しになっちゃうかもしれないんですけど、ちゃんと社会と関わって、ちゃんと社会貢献、仕事をする働くってことは十分社会貢献になると思うんですよね。自分が食っていくっていう、そのテイクもあればギバーもあると思うんで、そこをしっかりやれば精神的、安定は得られることができて、自分の精神とか、思考思想が、整えば、僕の YouTube 動画も良くなると思うんですよね。で、正直 YouTube をずっとやってたんだけど、1年ぐらい無職だったんですよね。だから無職の時っていうのは社会の目がないし、ちゃんとした大人と関わってなかったから、やっぱり良くないんだよね。で、今はちゃんとした大人とか関わってるし、片方がすごいホワイトで、もう一つはホワイト、ホワイトかなって感じの職場で、すごいコンプライアンスがちゃんとしているところと関わっているし、資本金とかもちゃんとある大きな会社なんで、そういうところにいれば自然と付き合う人間っていうのはね、正しく清く正しく整っている人ばっかだから、僕も、そこで調和が今以上に取れればもっとしっかりすると思うんだよね。そういった意味で、YouTube 活動もこれからまともになってくるだろうし、あと数字とかね、お金、YouTube 上のそれに翻弄されないようにしたいよねって思ってるんですよね。だからそういった意味でちゃんと社会とかかって仕事してれば、そのお金があるから YouTube の数字を追ってさ、なんか変なこと悪いこととかはなんかやっちゃいけないんだなって自分の中でストッパーが働くと思うんですよね。で、これから先はでも僕はやっぱ性格的にミュージシャンとかお笑い芸人とかになりたかった人間だったから、その夢を回収したいんだよね、 YouTube で。だからお笑いエンタメ要素とかミュージシャンとか音楽の要素も取り入れていきたいんですよね。で、エンターテインメントをその追求していくっていうのもやっぱ同時にやっていきたいんで、それもねちょいちょい入れたりとかして、笑いを取るっていうのは本当に難しいことで、やっぱりね、その僕の笑いの取り方っていうのは自分がピエロになるっていうよりも人を絡めてやる笑いの取り方になっちゃってるから、今更なんかモノマネとかできないし、どうしていいか分かんないけど、見てる人が気持ちいい動画で、それで一定数のアンチとかは出ちゃうのはしょうがないんだけど、自分に過失とか落ちとかなければ別にアンチとか批判的なものがあっても胸張っていられるじゃんって思うんですよね。そんな感じで、いろいろなんかありがたい言葉とか励ましの声、どうもありがとうございました。ではでは。